はい、今日もあなたと役所天国、本日は5月の21火曜日、第4週の火曜日ということでね、収穫出荷なんですけども、さあズッキーニがこんな感じでね、もうこの大きさですよ。それでね、今実を見たんですけどついてないですね。まあこれは着火不良ですね。ハケでケバケバをやらんといかんのかなという感じですけど、まあ上ってこれね、トンネルはもう外していいですね。1、2、3、4番手までで5番手まで植えましたけどもね、また今週この2本目の奥の方ね、全部植えて、これでだいたい一通りって感じですけどもね。まあ参りましたね。ケバケバね、あ、そのこのハケでこうね、やるのはやりたくないんですよね。そこまでやらなくてもいいだろうというのが私の解釈なんですけど、そんなこと今まで私もね、この30年やらずにやってきたんでね、できるだろうと思ってるんですけど、何があれなんですかね。今年は特に本当にひどいですよね。こんだけほら大きくなってて実がついてないですよ笑っちゃうよね。はい、ということで、まあしょうがないです。人参を取りましょう。あ、その前に春菊ね。はい、よいしょ。2番手がいい大きさになってきてますね。はい、こっちね、若い方がいいのでね、これが取れるようになったらこっちに移行していきます。まあ十分これでもね美味しいですけどもね。もうあと2週間ぐらいってとこですか。6月に入ったら多分そっちがメインになると思います。これもね、だからこうやってね、どん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 取っていって、あまり大きくしないっていうのがコツでしてね。そろそろね、2回目の除草ね、人参ね、梅雨入って何回か雨が降ると思うんだよね。その雨の時にやるとね、草も抜けやすいしね。もうちょっとですね。あとでもまあどうですかね、2回目は多分もう1時間もかからずにそれで終わりですね。ほぼ完璧ですね。はい、来年はねもうちょっと人参増やそうと思います。人参ね、結構ね、やっぱり需要はあるのでね、どんどんなくなってっちゃうんですね。まあもうちょっとだから数少ないといけないですけどねまあ正直私はね、もう数を畑を減らしたいと思ってるので、どう、難しいところですよね。まあ作りゃそれは売れてね、いいことなんですけど、難しいですよね。その分やっぱり当然しんどくなるしね。まあしんどいのはいいんですけどね、こう僕の場合はね、しんどいのは全然いいんですけど、こういろんなことをやりたいことがねできなくなるんですよね。はい、それが嫌なんですよね。残りの人生考えてね、逆算してね、まあこのままだと畑だけで終わってしまう人生になってしまうので、まあそれはしょうがないんですけど、ほとんど実際はそうなんですけどね。いろいろこうやりたいこと、仕掛けたいことがいっぱいあるわけですけど、なかなかね思うようにならんね、人生はね。まず最大にとにかく時間が足りないですよね。でもね、例えば僕の仲間はみんなそうなんですけど、こうもう社長になってね、自分がこう指示するだけでね、そうすると作業からね、畑仕事から自分は畑に行かなくてもいいっていうことになるんですよね。でそういうやつを何人か僕の後輩とかね知ってるんですけど、でもね見ててね、やっぱりそれは僕にはね合わないなという気がするんですよね。朝起きてやっぱり畑に行くっていうリズムができていないと、多分僕はダメになるような気がするんですよね。ダメになるっていうかね、多分なんか よろしくない、よろしくないことを始めてしまいそうな自分がいてね、
またあの寺を継いでみようとかって、そんな夜迷子と言い始めそうな自分がいてね。やっぱり僕朝起きて、やっぱりね、どこに行くって言ったら、やっぱ畑に行きたいんですよね。で、あそこで汗をかくっていうのが、僕にとっての今回の人生では一番まともな感じがするんですよ。例えばミニ商売やった時もね、夕方に起きてね、あのお店に行ってシャッターを開けるっていうのは割とね嫌じゃなかったんですよね。で朝になってね、日が昇ってきてシャッターを閉じて帰るっていう、まあだから僕は根っからのね肉体労働者なので、そうじゃないと多分難しい。だから労働をさせてもらえないと難しい。だから逆に言うと、もし社長になって労働辞めても、なんかアルバイトでなんか肉体労働かなんかしそうな気がするんですよね。じゃないとなんか自分のその生活のリズムがうまくできない。そうだから、それも嫌じゃないですか。でもね、中にはさ、そういう風に社長になってしまって現場が回り始めると、社長が現場に行くのを嫌がるっていう風になっていくんですよね。それはそうでしょ。自分たちでいいようにやってるのに、何しに来たんだ社長ってことになるでしょ。それも嫌なんですよね。僕がお店のね、あの総支配人をやってた時に、各店舗を回ったりしてね、そういう風にやっぱ思われるんですよ。何しに来たんだよってね、邪魔だよってね。そうでしょ。会社なんてそんなもんでしょ。そうなっていくんですよね。鬱陶しいと。現場ってそうじゃないですか。自分たちでうまいことやってんだからよっていう、まあ難しいところですよね。だって自分が始めたことなのにね、嫌がられてしまうっていうのは、なんかそこに違和感があるでしょ。そんなね、みんなでみんなで仲良くなんていうのはね、家族ですらそんな仲違いしながらやってんのにさ。まあ難しいなと思ってね。だそうなってきて、私みたいにこうやって全てをほとんど一人でやってるってことになるとね、時間がなくなってくるんですよね。で体力も落ちていくから、若い時みたいにね、あの体力が十分にあれば僕もまだあとやりたいことできるんですけど、今本当にヘロヘロになりながらやってるので、そうすると他のことがねできなくなってくるんですよね。今 YouTube やったりラジオやったりしてるわけですけど、別にそれはあの体力的には問題ないんですけど、やっぱり時間がなくなってくるんですよね。まあ YouTube は全然ね時間はかかるわけで、これ普通の仕事、収穫しなきゃいけない仕事をこうやってそのまんまやってることをそのまま撮影して編集もせずに上げてるので、そんな時間的にはあれじゃない、あのね酷じゃないのでできるわけですけど、なんかね正直こう YouTube みたいなこんな感じでね、これを活動と言っていいのかね、大変見てる人には申し訳ないんですけど、普通のね、あの農作業垂れ流してるだけなんで、見ていただいてもう本当に恐縮なぐらいなもんなんですけどもね。でこれは時間をほら余分に作ってるわけじゃないのでね、私から見ればね、なので別にこれはいいんですよ。だからまあ逆にプラスでもね、マイナスでもないって言ったら失礼ですけど、まあプラスには多少のプラスにはなってるのね。こうやって皆さん見ていただいて、何らかのね、あの情報配信にはなってると思うので別にいいんですけど、なんかもうちょっとね、正直本当に有益なものをねやっていきたいなと思ってるんですけどね、ちょっと今それをね考えてます。だまあそういうこともあって講座を始めたんですけどね、これはこれでね、また皆さん難しいんですよ、皆さん講座。まあ正直ね、プロ相手でそのね家庭菜園講座でね、ある程度のお金を頂戴してってなると、やっぱり難しいですよね。そんなに思った以上にやっぱり需要があるかって言ったらありそうでないね。でもっとこうね、大変失礼な言い方しちゃうと申し訳ないけど、やっぱり宣伝をうまくならないと無理なんですよこれね。正直もうそれは僕の手では無理なので、もう誰かのお願いしてね。内容はとてもいいね講座だと思います。実際にこれでね稼げるんですからね。実態のある講座をやっているところって、まあ僕が見る限りほとんどないんですね、家庭菜園講座ね。ちょっとした小さいね農家さんでやってるのは素晴らしいのは、いくつかね Facebook とかで見受けできるんですけど、ネットでこうやって大々的にねやってるところはね、正直本当にねひどいものが多いですね。どことは言いませんが、それでは実際に野菜はできませんよっていうことはね、
はっきり言わさせてもらいますけど、僕のやり方でやっていただければ実際に野菜はボコボコできますので、そのだから逆に言うと僕は野菜の作り方を教えたいんであってね、それ以外に何か教えることもできないし、それしか僕にはないのでね。前いた研修生がね、そういう YouTube で見たんですって。なんか畑のこう畝に木を入れるんですか、なんかありますよねそういうのでその人も農業をやね、自分でこう家庭菜園やってる人なわけですよね。そしてはぁと思ってね、それで畑の中に皆さん木を植えるんですよ。植えるというか枯れ木とか枝とかをこうやってやってマルチをかぶせるんですってねこれ聞いてね、見てらっしゃる私たちプロの方、はい、どうぞ皆さん行ってやってください。野菜なんかできるわけがないね、それ何やってんのって話でしょ。そんなことしたら1年間その畝は使えないわけじゃないですか。それを教えてるわけですよね。まあね、本当に。でそれやってみてね、その実際にそのうちにいてたその研修生がやってみたんですよ。 で1年経ってもマルチ剥がしても何も変わらないと。うん、そりゃそうだよね。そんなことやるまでもないわけじゃない。ひどいね。それをさ、その大学の実験とかさだったらいいけど、家庭菜園の人にそれを教えるって言ったらさ、まあ本当に失礼な話だよね。まあ僕はちょっとびっくりしました、それ聞いて。ちょっと申し訳ないけど、それはもしね、僕その場にいたらね、多分その人を説教すると思います本当にそれはね、ちょっとひどすぎるね。うん、どういうつもりなのって、それで野菜を作れるわけないじゃんねっていうのはね、まあ本当にひどいなっていう話でね。だからどうして誰も言わないんですかね。経験者の方いるわけ、ま、いないの周りに。本当に不思議だと思う。もし僕が知り合いとかね、ちょっとこう誰かの知り合いとかで言ったら、多分僕言いに行くと思う、それってダメだよって。こう言っちゃあれだけど、それは良くないよって。そういうものを広めることでどれだけの人が迷惑するのっていう話だよね。うん、だって実際にできないんだからで例えば家庭菜園の人とかでさ、お金払って畑を借りた人がいるわけじゃないと。そうでしょ、皆さん方も貸し農園とかで。それでそんなことやっちゃったら1年間どうすんの。野菜なんか何もできないよ。それでお金払うの。それはね、まあだからそういうのを聞いてね、やっぱりちょっと正しい情報を伝えたいなと思って、これを講座を始めたんですよね。私のあの動画を見ていただいてね、そのままやれば普通に野菜はできます、無農薬で。はい、実際に私がこれってやってる商売そのものをそのまま移して、そのままやってるだけのことなので、それを家庭菜園っていうところにこうあの畑を狭くして落とし込んでるだけなのでね。耐熱マルチなんかはね、あの50メートルをいや張れって難しいですけどね、手で張るやり方とかね、習得していただければいくらでもね。でもなんかそういうのに騙されちゃうんだよね、世の中は。本当にそんな風に思います。はい、ということでね、あ、皆さんね、それも含めてまあね、自己責任って言っちゃうと本当に申し訳ないんだけど、でも多分そういうことなんだと思います。やっぱりお金を払ったりねすることになるので、やっぱりね、ぜひね、自分の目で確かめていただいてね。まあ本当に世の中にそうやっていっぱいひどいものはいっぱいあるので、うん、まあ本当に気をつけてほしいなと思います。まあ私のこの自分の動画内で言ってもしょうがないですけどね。本当にひどい代物っていっぱいあるみたいな。僕も全部をね把握してるわけじゃないですけどね、あの皆さんはっきり言ってきますけどね、野菜のこの畑のところに木の枝とか木を入れちゃダメですよね。わかりますよね有機物入れるのはいいけど、木を入れちゃダメですよ皆さんね。そんなことしたらその畑は畝はもう使えませんはい5年後ぐらいですか5年間それどうするんですかまあね、本当にひどい話だねと思ってね。はい、以上です。それではまた。